校を設立し、当時全国的に著名な剣客を招き、研究に研究を重ねて各流派の代表的な技を取り入れ、合理的かつ実践的な剣法を作り上げた富山流居合道です。当時は富山流抜刀術と称されていました。我々は先人たちが残してくれたこの居合道と武士道の指導を通して青少年の育成に役立て、また地域の皆様にご覧いただき後世に伝承していくことを使命に活動しています。それではよろしくお願いいたします。ただいまよりお見せいたしますのは、居合憲法といいまして、私たちの富山流居合道の制定居合方の基礎になる、準備運動みたいなものです。大林太鼓、8本始め。